ルでのお約束。今日ってママの誕生日なの？そうだよ。だから今夜はパーティーをしよう。やったー！バースデーケーキは大きいチョコケーキだね。え？それお兄ちゃんが好きなケーキじゃない。いちごケーキにするの。ダメ！チョコケーキ、チョコチョコ、チョコチョコ。ピーター、ちゃんと前を向いてなさい。あ、ケーキ屋さんだ。やっほー！待ってってば。しょうがないな。うわー、このチョコケーキすっごく美味しそう。いちごケーキだ。チーズケーキを一つ。え？チョコケーキは？いちごケーキは？ママはこのチーズケーキが好きなんだよ。こちらがチーズケーキです。あ、はい。はい、できたわ。ありがとう、アンバー。エレベーターに手が挟まるなんて。エレベーターのドアを触るのは危険なのよ。ドアに手が挟まったら怪我をしちゃうでしょ。今度は気をつけてね。うん、気をつける。新鮮なリンゴだな。ママの誕生日なんでしょ。私たちにも選ばせてくれなきゃつまんない。こうなったら僕たちもプレゼントを選ぼう。どうやって？このぐらいでいいか。お、おい、待て。ピーター。あ、危ない。パパ。危機一髪だった。ママのプレゼントを選びたかったのか。僕たちだってパーティーの準備をしたいのに。ママが全部選んじゃったら、私たちは何も選べない。そうだったかな。パパが悪かった、ごめんな。よし、みんなでプレゼントを選ぼうか。これ。わかった、ママのプレゼントはそれにしよう。さあ、家へ帰るか。パパ、私足が痛い。だいぶ疲れちゃったか。ピーター、持ってくれるか。うん、おいで。パパ、ママが来たら電気を消して見えなくしようよ。そこにケーキを持って僕たちが登場。ママびっくりしてくれるかな。ピーター、手すりに捕まって前を向きなさい。楽しみ。ピーター、ありがとう、アンバー。本当に危なかったぞ。ごめんなさい。パパの言う通り気をつければよかった。ピーター、ショッピングモールでの約束を教えるわね。エスカレーターの上ではふざけたり逆向きに乗ったりしてはダメ。乗るときは手すりをつかむようにしましょう。靴ひもや服の裾がエスカレーターに挟まると大怪我につながるから気をつけてね。ショッピングカートを子供だけで押すのはやめましょう。自動ドアやエレベーターに駆け込むと挟まったりぶつかったりしてしまうわ。ドアが閉まりかけていないかを確認してね。覚えておいてね。はい、はい、アンバー。ロバート、子供たち帰ったわよ。じゃーん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアママ、ハッピーバースデートゥーユー。うれしい。プレゼントだよ。子供たちからの贈り物だよ。まあ、本当感動しちゃった。どうもありがとう。いいえ。
地震から身を守ろう。あれ、タネはどこだったかな。ああ、危ない。一体何が起こったんだ。ついに新しいスーパードラゴンの発売だ。コッピーター、待って。あれ入荷した。新しいスーパードラゴン。ああ、これだ。最新限定モデルのワイパー付きスーパードラゴンだ。すげえかっこいい。欲しいよ。ん？ちょっと待ってて、すぐ戻る。こいつならディノキングもイチコロだな。楽勝。地震ですって？そうだよ、すごい揺れたんだ。大きな被害が出るかも。ん？何かしら。大丈夫、ジョニーは。ああ大丈夫だけど、一体何が起こったんだ。ピーター、ジョニー。誰かいるぞ。俺が、ここだよ。よかった、無事だな。ちょっと待ってろ、すぐレスキューチームを呼ぶ。よし、もう大丈夫。どうもありがとう、ロイ。無事でよかったわ。ん？おじいちゃん、うん、もう大丈夫。ん？お？大変よ、ピーターとジョニーがおもちゃ屋さんに閉じ込められているの。すぐ急行して。了解、アンバー、あとは頼んだぞ。任せて。これは大変だな。なんで動かないんだ。諦めるな。ここから一生出られないのかな。そんなわけないよ、多分。ジョニー見てみろ、スーパードラゴンが守ってくれてるぞ。スーパードラゴン、スーパードラゴン助けて。頑張ってくれ。大丈夫かい。ロイ、ジョニー助かった。よかったよ。地震は特定の地域で起こる自然災害なんだ。今から地震が起こった時どうしたらいいか教えよう。地震の時は地面が揺れて建物が倒れる可能性がある。すぐに外に飛び出していくのは危険だよ。机やテーブルの下に隠れよう。机やテーブルがない場合は部屋の壁に背中をくっつけてクッションや毛布で頭を守るんだよ。建物が壊れてドアが開かなくなる可能性がある。閉じ込められないように地震が来たらすぐにドアを開けよう。外にいる場合は倒れてきそうなものから離れて空き地のような広い場所を探そう。みんなわかったかい。はい。えへん、地震は本当に怖いぞ。地面が動いてそこら中のものがぐらぐら揺れるんだ。
僕たちは体験したからな。うわあ、地震だ地震だ冗談はやめろ。ああ、地震は怖いよ。車のことを知ろう。おお、こらこら動かないで、頼むよ。スージー、手伝ってくれる？うん。ねえパパ、いつ学校に教えに来てくれるの？ああ、でもね、パパ先生になって教えたことがないんだよ。でもダグのお父さんは教えに来てたよ。あ、じゃじゃーん、楽しいピクニックの時間です。あれ。まあ、まるで新車みたい、すごいわ。ありがとう、さあ行くよ。ポリー、この先は水たまりエリアよ、準備して。了解。よし、止まって。すごい、ポーリー本当にすごいわ。さすがよ。君もね、ジン。それにこの新しいタイヤ気に入ったよ。これで雨の日に走っても何の心配もいらないね。ねえパパ、なんでミラーばっかり見てるの？うん、それはね、ミラーは目の代わりなんだ。ミラーのおかげで周りの車の動きがよくわかるんだよ。そうなんだ。見てパパ、スピードを出して、赤になっちゃう。ケビン、それじゃ危ないよ。信号が赤になっても急には止まれないからね。おい、もう少しで当たるところだぞ。ごめんなさい。うわ、今のは危なかったね。スピードを出してると急に止まるのは大変なんだ。横断歩道を渡るときも車が避けてくれるなんて思っちゃダメだよ。止まったことをしっかり見てから渡るんだ。わかった。おい、スージー、手を使うのは反則だぞ。おいしい。こっちだ。よし、あるぞ。まあ大変、午後はこれから天気が悪くなるみたい。雨が降るのかい？前に嵐が来た時は大変なことになった。町中の安全を確認した方がいい。そうだね、早速行こう。うん。はあ、ラッキーだった、雨に降られなくてよかったよ。車の中だからもう安心だよね。うわパパ、これじゃ道路がよく見えないよ。そうだね、夕方は一番見えにくい時間なんだ。それにこの雨だからね。そのせいで運転が大変だ。もう二人とも寝ちゃったわ。大丈夫かい？うん、大丈夫だよ、ポリー。車は生活を便利にしてくれるし、とてもいい友達だよね。でも車のことをよく知っておかないと、まるで怖いモンスターのようになるんだ。じゃあ、車について知ってほしいことを話すよ。一つ目、車は急には止まれないし、急に曲がることもできないんだ。だから車が走ってくるのが見えたら、通り過ぎるのを待つか、ちゃんと止まるのを確かめるまで待っていよ。それから渡るんだ。2つ目、雨や雪の日は道路が滑りやすくなるから、車もふらついたり滑ったりすることがある。それに雨や雪の日は運転手も前がよく見えないんだ。だから歩くときは道路から十分離れた場所を歩こう。3つ目、もし車に乗っていて事故に遭うと、何かにぶつかったり転がったりしてしまうかも。怪我をしたら危ないよね。だから車に乗ったらまずしなくちゃいけないのは、
シートベルトを締める。みんな僕よりよく知ってるね。車のお帰りだ。ピカピカだろ。本当に新車みたいだ。本当ね。ピカピカ車。ねえ、夜はどこかに食べに行かない？いいね。感電に気をつけて。すげえ。驚くのはまだ早いぞ。行け、モンスターカー。かっこいいな。僕もやらせてよ。ジョニーお願い。いいけど一度だけだよ。行け、モンスターカー。あれ、どうして壊れたの？電池が切れたんだ。ここに乗せてコンセントにつないで充電するんだ。へえ、ジョニー、うちで充電するから貸してよ。え、ダメだよ、昨日買ってもらったんだ。代わりに僕のスーパードラゴンを貸すから。ありがとう、ジョニー。1時間だけだよ、後で返してよ。ただいま。コンセントはどこだ？ゆっくりとドリブルしています。おディフェンダーが上がってしまった。あったあった、うまく避けました。さらに人のピーター、なんてことするの？仕事中なのよ。ここがダメならこっちよ。おお、ピーター、いいところだったのに。こっちもダメか。それなら。お兄ちゃん、それは私が使ってるの。わかってるって。どうしようか。そうだ、ひらめいたぞ。やっと充電できる。終わったわ。あら、ピーター、それどうしたの？そんなことしたら危ないじゃない。ジョニーからモンスターカーを借りたんだ。すぐ終わるからさ。モンスターカー？今日の宿題は終わったの？遊んだらすぐやるよ。少し借りただけだから。ダメ、宿題が終わるまでお預けよ。そんな、ママ、お願いだよ。ロバート、出かけてくるわね。ああ、行っておいで。宿題が終わるまで待てないや。どこかな。あ、あった。よいしょ。取れないな。よいしょ、よいしょ。どうした？やっと遊べるぞ。行くぞ、モンスターカー。うわー、どうしよう。動かないな。どうしよう。洗えば動くかな。ピーター、僕だよ。ちょっと待って、僕のモンスターカー返してよ。ジョニー、ずいぶん早いね。分かった、返すよ。あれ、どうして濡れてるの？それは、その…動かないよ。なんで？壊したな。違うよ。そうだ、充電が足りないんだ。こうやって充電すれば。痛い、大丈夫？うわー、火事だ。火事だよ、助けて。ああ、ピーターの家で火事よ。はあ、危険なので避難してください。わかった。はあ、応急処置はこれでよし。ありがとう、すごくびっくりしたよ。間一髪のところだったわ。電気を使うときは気をつけないとね。
濡れた手でプラグやコンセントを絶対に触らないで。濡れていると感電する可能性があるの。抜くときにコードを引っ張るのもダメよ。これも感電する危険性があるの。抜くときはプラグをしっかり持って抜いてね。一箇所にたくさんプラグを刺しすぎるのも危険よ。熱で火事になることがあるわ。わかった？わかった。これから気をつけるよ。僕も気をつける。うわ、ひどいよ。僕のスーパードラゴン、僕のモンスターカー。はっ、いたずら電話は絶対にダメ。いってらっしゃい。今日も頑張ってね。ねえスクール B。 何？バンパーについてるの何？鳥の糞じゃないの？え、嘘、どこだい？汚いな。スクール B 洗車に行った方がいいんじゃない？うわ、誰か通って。エイプリルフールだ、エイプリルフールだよ。バカだな、鳥の糞なんて嘘だよ。でも鳥の糞に気をつけて、スクール B。 助けて、ミニーが縮んじゃった。え、どういうことなの？あ、助けて、小さくなった。ミニー、一体どうなってるの？引っかかったね、今日はエイプリルフールだよ。え、そうなの？来たぞ。え、二人とも勉強してるの？珍しいわね。ああ、テストだからね。今日は大事なテストがあるだろ。嘘、テスト？まさか忘れてたんじゃないよね、なあジョニー。わあ、忘れたりしないのに。次は誰にいたずらしようか。いい考えがある。クリニー。いや、二人ともどうしたの？誰かが街中のゴミ箱をひっくり返してる。そこら中ゴミだらけになっちゃってるんだよ。嘘。それだけじゃない、誰かがそのゴミを踏んでどんどんひどくなってるんだ。そんなの耐えられない、なんとかしなくっちゃ。タイヤが山積みになってるの？それ本当？おもちゃがタダでもらえる？マックスが歩いてる最中にあることが起こった。木から落ちちゃって頭を打ったんだ。タイヤで木に登ったのか？それは、道をそれてぬかるみにはまった。おいおい、またか。今月に入ってもう3度目だぞ。急いで。絶好調。町中の人を騙したぞ。あ、面白そうだな。港で火事が？ああ、そこら中火の海だ。なんとかしてくれよ。すぐ向かわせる。ロイ？やった。また大成功だ。どうしました？助けて、工場が燃えてる。火事だよ。え、火事が起こったのは港じゃなかった？ああ、それは嘘なんだ。何？ピーター、どんなに危険なことをしたか分かってるの？ごめんよ、でも今回は本当なんだ、信じて。本当に火事だわ。あ、ロイ、港の火事はいたずらだった。本当の火事が工場で起きてるの。任せていいわね。了解、現場に向かうよ。ロイ、ちょっ、いたずら電話なんかしてごめんなさい。
本当に反省してるんだ。いいか、いたずら電話は迷惑だし危険にもつながる。いたずら電話は絶対にやってはいけない。消防署にいたずら電話をすると消防士が必要ない場所に派遣される。そうなると本当に火事が起こった時にすぐ駆けつけられなくなってしまうだろう。取り返しのつかないことになるぞ。いたずら電話が人の命を危険にさらすんだ。だからジンはあんなに怒ったんだね。もう絶対に誰にもいたずら電話はしないよ。それに嘘をつくのもやめよう。ピーター、ジョニー、説明してくれないか。そうだ、なんで騙したんだよ。まいったな。あれは、何、ちょっと、ごめんよ。戻ってこい、いたずらっ子たち。雪の日の安全ルール。わーい。すごい綺麗。お、何してるの。すごい、それ何。雪のお城を作ってるんだよ。よし、できたぞ。わあ、すごい、まるでお姫様が住んでるお城にいるみたい。さてと、今度は何、楽しそう。次は、おっきな雪だるまを作るんだ。ああ、私もやる。待って。やあ、みんな。うん、ねえ、こんなの持ってきたよ。ヘリー、大丈夫？雪の上では滑るからいつもより注意しないと。これを見てほしくて、ジンの新しい発明なんだ。スノークリーナーって言うんだよ。スノークリーナー？うん、すごいでしょ。こうやって雪を吸い込んでくれるんだ。よっ、あ、よっ、あれ、あ、動かなくなっちゃった。一体どうしたんだろう。ヘリー、ちょっと待って、ジンに直してもらった方がいいよ。うん、よし、できた。やったやった。いいぞ。よし、やった、完成。雪だるまさんだ。とっても可愛い。そろそろ家に帰ろうよ。え、もう？なんで？お腹が空いたんだよ。でも、雪だるまさんはどうするの？置いてくよ。え、やだ、一人になっちゃうもん。夜もずっとそんなのかわいそう。一人ぼっちで公園に置いてくなんてできないよ。そうだ、お家に連れてく。え、でもどうやって運ぶんだよ。じゃあ一人で帰ったらいいでしょ。私は雪だるまさんといる。いいよ、勝手にしろ。じゃあな。雪だるまさん、よしよし。はあ、これでもう大丈夫そうだ。そうだね、じゃあ次は公園に行こう。そうね、次は公園の雪かき。うん、うん、楽しみ。お家に入れば雪だるまさんも安心ね。スージー、家の中に入れたら溶けちゃうよ。本当？はあ、手が冷たい。お、さあ、渡るよ。うん、今行く。ああ、痛い。ああ、スージー、大丈夫か？痛い。お、赤信号だ。あ、うわ、え、スリップする。止まらないよ。うわ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 ポリー、ありが
はあ、みんな怪我がなくてよかった。でも本当に危ないところだったよ。ケビン、スージー、雪が降ると道が滑りやすくなるんだ。人も車も滑って事故を起こしやすくなる。車は雪が降った道では簡単には止まれない。だから渡るときはいつもよりもっと気をつけなくちゃいけないよ。車が通り過ぎるのを待つか、道を渡る前に車がちゃんと止まったかを確かめると安全だよ。それからポケットに手を入れて歩くと危ないんだ。手袋をつけるといいね。雪の日に白い服を着るのはやめよう。カラフルな服だとよく見えるから安心だよ。わかったよ、ポリー。ねえみんな、ほらこれ見てて。うわ、雪だるまだ。これで雪だるまさんにいっぱいお友達できるね。雪だるまさんもこれでもう寂しくなったりしないわね。階段では走らない。二人とも朝食ができたわよ。はい、ママ。大変だ、遅刻する。だめよ。ピーター、ルーシーが怪我をするわ。階段では走らないでと言ったでしょ。遅刻しちゃう。うん、行ってきます。ピーター。よしった、これで修理完了だよ。朝早くからありがとうございます。ああ問題ないさ。あら、いつの間にかもうこんな時間か。急がないと。よし。ビルダーさん、大丈夫ですか。大怪我でなくてよかった。アンバ、ありがとう。階段で急いではダメよ。わかった、気をつけるよ。新しいおもちゃ屋がオープンするよ。よろしく。シンディ、おはよう。おはよう、チャールズ。僕の方が早いぞ。違う、僕が一番だ。どけどけ。チャールズ。待ちなさい。階段で人を押すなんて危ないじゃない。シンディ、それは僕が一番だ。ピーター、ずるいぞ。あの二人には困ったわ。今日はこれで終わりよ。あ、そうだ、みんな、今朝階段で事故があったのよ。階段を上り下りするときには十分に注意してね。わかった。はい。二人とも、ちゃんと聞いてた？先生も階段は気をつけろと言ってたわよ。ピーター、ん？もう一回勝負しよう。どうせ結果は一緒さ。わからないだろ。なんだこれ。ああ、新しいおもちゃ屋の宣伝よ。おもちゃ屋？スーパードラゴンが半額？急いでお店へ行かないと。リーター、僕たちの勝負はどうするのさ。ふん、僕には絶対勝てないよ。次は僕が勝つぞ。おい、ずるいぞ。注意しても無駄ね。今度は僕が勝つぞ。わからないぞ。口を開けろよ。嫌だよ。ずるいぞ。ノロマは置いてくぞ。なんだと。おい、待て。ジョーニー。おい、なんで急に止まるんだ。お店の場所がわからないんだよ。地図を見せろ。この近くだな。あったぞ。さあさあ、スーパードラゴンが残り一つですよ。うわ、あと一つだけだ。僕が手に入れるぞ。ピーター。スーパードラゴンは僕のものだ。待て。あれは半額ですよ。ピーターとジョニーだわ。これじゃ勝てない。これは使えるぞ。僕が一番だ。ちょっと待て。
ピーター降りたら危険よ。ごめんなさい。階段を歩くときは注意が必要なの。階段ではよそ見をしたり急いでいたりすると危険よ。友達とふざけ合ったり手すりを滑り降りるのも大怪我の原因になるわ。まっすぐ前を向いて手すりを掴んで歩いてね。混雑しているときは前の人にゆっくりついていきましょう。わかった？うん、わかったよ。スーパードラゴン、急げ。スーパードラゴンください。僕が先だ。スーパードラゴン、今ちょうど売り切れたよ。僕のスーパードラゴンが。火事の時は外に逃げる。こんなところにお部屋があったの？私のお部屋の隣だわ。僕の部屋の隣だ。すごいな。好きな時に使っていいぞ。いいの？やったー。姫様のお部屋にぴったりだわ。イエーイ。ダメだ。僕のおもちゃを全部運んでくる。ダメ。お姫様のお部屋よ。じゃあじゃんけんで決めよう。いいわよ。準備は OK。 じゃんけんぽん。やったー、勝ったぞ。ずるい。チョキを見て後出ししたわ。悪いね。おもちゃの準備をしなくちゃ。動物病院に行くから子供たちの夕食をお願い。くれぐれも火事には気をつけてね。心配いらない。今回は任せてくれ。ただいま。冗談だろ。感想は素敵でしょ。ルーシー、忘れたのか。ここは僕の部屋だろ。昨日ズルしたでしょ。だからここは私のお部屋なの。今すぐここを開けろ。そうだ。ルーシー、ここにもドアがあるんだぞ。悪いわね。無駄よ。ずっとそこにはいられないぞ。私は一生このお部屋にいるわ。ご愛肉様。ルーシー、クマちゃんだよ。出てこないとクーだ。じゃあこうするわよ。クマちゃんを離すのね。おい、やめろ。スーパードラゴンを傷つけないでくれ。じゃあクマちゃんを会った場所に戻して。今戻すよ。くしゃー。もうお兄ちゃん。大丈夫だ、できるぞ。ルーシー、お前の大好物チーズたっぷりのピザだよ。いい匂いだけど、お腹空いてないの。チャンスだ。またやられた。お、ピザを取るの。いただくわね、お兄ちゃん。ルビー、あなたの席よ。このお部屋好き？素敵よね。何がお姫様だ。あれ、火事だ。ルーシー、出てくるんだ。なるほどね。でもそんな嘘には騙されないわ。嘘じゃない、本当なんだ。逃げなきゃダメだ。ルーシー、ルーシー。怖いわ。そうだよな、考えるんだ。ルーシー、ルーシー、僕だ、ルビーだよ。ルビー？そうだよ、ルーシー、ここにいたら危ない。逃げるんだ。一緒に逃げよう。でもすごく怖いの。
丈夫、僕がついてるよ。手に捕まって。分かったわ。ルーシー、お兄ちゃん、外に出なくちゃ。うん、あれ、いや、お腹すいたかい？もうすぐご飯だ、魚が焼けたらね。ああ、みんな外へ逃げるんだ。あれ、何があった？火事だと通報を受けてきたんだけど。心配かけてごめん、みんな。もうパパったら、本物の火事かと思ったよ。そうよ、私すごく怖くて隠れちゃった。ルーシー、火事の時は隠れてはいけないんだよ。火事の時にタンスや机の下に隠れると逃げられなくなって大怪我をしてしまうんだよ。火事が起きたら外へ逃げる。逃げる時はドアノブが熱くなってないか調べるんだ。熱い場合はドアの外まで火が来てる可能性がある。その時は窓を開けて助けを求める。いいね。はい。お兄ちゃん、ルビーが命の恩人だって。もしルビーがお礼をしたいって言うなら、あの部屋をもらうよ。それはダメ。ながら歩きは危険だよ。ほら見て、カブトムシの幼虫だよ。わあ、すっごい。よし、1週間交換しよう。うわ、やったー、やばい。またね。うわ、面白そうだな。ねえ、これ買ったの？ティムから借りたんだ。ケビン、ダグ、早く乗って。今行くよ、スクールビー。あ、ケビン、こっちだよ。幅は 27.5、 高さは 32。 まあ、ジン、大丈夫？大丈夫。あ、長さを全部忘れちゃったわ。ジン、歩いてる時はいつも足元を見なきゃ。そうね。そういえばポリーは？学校帰りの子供たちを見守ってる。そうなの。ケビン、ケビン、すっげー、めちゃくちゃ面白い。ケビン、聞こえなかったの？聞こえなかった。スージーを見てて、今忙しいの。ね、この本読んで。狼はお家にふうふう息を吹いて、子豚たちは幸せに暮らしました。おしまい。ちゃんとお話読んでないでしょ。ほら、兄ちゃんは忙しいんだ。一人で遊んできな。気をつけて帰ってね。さよなら、スクールビー。ケビン、サッカーの試合するよな。今日ちょっと僕、用事があって。どうしちゃったんだよ、約束すっぽかしてばっかりだ。ごめん。じゃあ、行かなきゃ。またね。あ、ケビン、もう。やった、やっとゲームができるぞ。こんにちは、ポリー。こんにちは。そろそろ終わりにしよう。やあ、ポリー。こんにちは、ダグ。サッカーしに行くのかい？ケビンは一緒に行かないの？おや、行かないって。ケビンのやつ、サッカーしてる暇なんてないみたい。どうしてかな。わかんない。行け、ピンクズボンやっつけろ。やっと。よし、これで決めるぞ。行くぞ。これでも食らえ。よし、とどめだ。やるな。よし、すげえ、スーパージョン。おい、一体何が分かったんだ。やられちゃう。やった、勝ったぞ、イエーイ。
何が起こったのケビン。ゲームをしてて、うん、そしたらふと顔を上げたら道路の真ん中にいたんだ。ケビン、歩きながらゲームをするのはものすごく危ないんだよ。道を歩いてるときは周りをよく見るんだ。歩きながらゲームをしたり本を読んだりしてはいけないよ。ながら歩きは目をつぶって歩くよりも危ないんだ。いいかい、ゲームをしたり携帯電話を使ったりメールを打ったり本を読んだり大きな音で音楽を聞いたりしていると前から来る車に気づけなくてとっても危ないんだ。分かったよポリそれからケビン、ゲームは面白いけど友達とサッカーをする方がずっといいよ。そうだね。こっちこっち。惜しい。頑張って。このままじゃ負けちゃうよ。負けないよ。本当の勝負はこれからさ。ケビン、いいかダグ、行くぞ。行くぞ。こっちこっち。さあこれで決める。